北葉山栄春は、北海道室蘭市出身の元大相撲力士。本名は山田秀都市。1935年5月17日に、北海道函館市で生まれ、すぐに室蘭市へ転居した。双葉山定寺に憧れて、中学校では相撲部の首相を務め、道内各地の大会で活躍していたが、卒業後は家計を助けるために3年間は、 富士製鉄の下請けをする下組で勤務しながら、家事へ方向に出た。1954年3月に方向が終わったことで、各界入りする医師をおじに伝えて相談すると、賛成されると同時に助言してくれたが、両親は許可を出しそうになかったことで、家出同然で親友の自宅で弁当を作ってもらい、それを持って、職場の同僚に駅まで送ってもらって、青函連絡線と列車に乗り、 上京した。目指すは、以前から憧れていた、双葉山佐達が親方を務める時津風部屋だったが、毎年3月は、大阪場所の開催月であることから利益し、親方は、全員が大阪に行っており、そのことを忘れていた、英春少年が、東京の時津風部屋を訪ねても、留守番をしていた、鏡里清二の父親しかいなかった。そこで、 大阪の宿舎の住所を聞いてから大阪へ向かい、大阪の宿舎で同郷の総津流徳吉に会うも、わしが帰りの切符を買ってやるから、室蘭へ帰れと一旦は断られるもしぶとく、居座っていると、宿舎に戻ってきた時津風から入門を許可され、正式に時津風部屋へ入門、同年、5月場所で、初土俵を踏んだ。嗜名は、故郷、北海道と双葉山にちなんで、 北葉山とした。体の小ささで当初は期待されていなかったが、新城全勝で通過すると、序の口を飛び越えて、序二段で8戦全勝と圧倒的な強さを誇り、その後も三段目、幕下で全勝優勝、1958年3月場所で、新十両昇進を果たすと14勝1敗で、優勝を果たし、1958年11月場所で、 新入幕を果たした。この間に、鏡里清治の猛稽古に耐えたおかげとも言える。入幕後も、着実に実力を上げていき、1959年7月場所では小結びに昇進。これ以降2年12場所にわたって三役から、陥落することはなかった。三役で好成績を続けていた、時期の北葉山は発展途上の大砲から白星を、もぎ取る活躍も見せていた。 1961年5月場所で11勝4敗の高成績を挙げ、大関へ昇進した。だが、大関に昇進する直前3場所の成績は8勝9勝11勝の合計28勝に止まり、後年の文献で当時の昇進基準が直近3場所30勝が一応の目安とされていることが明らかとなったが、それを考えても幸運な昇進であった。実際、 北葉山より後に大関へ昇進した力士で昇進前の成績が北葉山よりを取っていた力士はいない。大関昇進後は1963年7月場所において初日から13連勝を達成し、佐田の山新松との優勝決定戦を制して13勝2敗で初優勝を果たした。初優勝を決めた取り組みは佐田の山の右前密を引いて一気に出る。 意表をつく攻めを見せての寄り切り、という内容であった。綱取り場所となった同年、9月場所は極度の緊張から、初日の広川大造戦で敗れたほか、8日目の出脇、金田尾戦、9日目の柏戸強戦と連敗したことで、綱取りの可能性が完全に消滅した。それでも、横綱との対戦では検討しており、 特に大砲後期との通算対戦成績は11勝24敗と、対、柏戸強士戦の16勝に次ぐ勝利数を上げ、優勝の鍵を握る男と評された。しかし、怪我などの影響で衰えが目立ち、1965年は、当時の大関の年間敗戦数ワースト1位となる46敗を記録。 そして大関30場所目となった1966年5月場所を最後に現役を引退した。大関在位30場所は史上一位の記録である。現役引退後は年寄り、枝川を襲名し、時津風部屋の部屋付き親方として更新を指導する一方、長く審判委員を務めた1994年には、同門の鏡山の後を受けて日本相撲協会の理事に就任。 九州場所部長も務めた。1998年に初めて実施された教会の理事選挙に立候補するが唯一落選している。その後は役員待遇委員となり、2000年5月16日を最後に定年退職した。2010年7月20日17時15分、肝臓癌のため死去した。75歳ボーつ。左を刺して頭をつけ。 右を押し付けて粘りに粘る取り口で土俵際でのうっちゃりも多かった。時津風部や入門時のエピソードが物語るように執念と粘り強さで素質の乏しさを補った。しかし立ち合いのマッタが多く優勝した1963年7月場所では後半8日間に11回もマッタをかけたことがある。その場所の優勝決定戦では4度もマッタを 行ったが、当時の大相撲ではマッタは、作戦のうちとして横行していたという。大砲からたびたび白星を挙げていたが、カシワードにも強く13勝20敗と検討している。カシワードが横綱に昇進した直後までは、北早まの方が対戦成績をリードしていた。特に、大砲との対戦成績は11勝24敗を記録しており、北早まはカシワード以外に、 大砲戦で、通算10勝以上を挙げた、唯一の力士であるばかりか、20日を合わせから、大砲の大関時代までの期間に限っては6勝5敗と、勝ち越してすらいる。また、土地の海、明田吉美にも12勝13敗と、ほぼ互角と検討しているが、大関昇進前のこと桜決進むには、通算2勝8敗と苦手にしていた。北葉山は、 相手の力を利用することがとてもうまく、その中でもうっちゃりは得意種の一つだった。右にうっちゃるように見せて、相手が逆の左側に力を入れるとそちらにうっちゃる、ため見事に決まった。一気に出る、押し相撲の相手、特に柏戸にはよく決まった。ありがとうございます。